兵庫県香美町のワイン工房では、今年も地元特産の20世紀梨を使ったワインの仕込みが始まりました。香美町にある食品メーカー時和のワイン工房では、1986年から梨ワイン梨花一輪を製造しています。今年は地元や鳥取産の20世紀梨合わせておよそ10トンを使用。水洗いした梨は機械を使って果汁を搾ります。それを発酵タンクに入れて10度前後で低温発酵させ、アルコール度数が8度になったところで発酵を止めた後、酵母を取り除いてろ過すれば梨ワインが出来上がります。今年の梨は夏の好天で糖度およそ11度と十分な甘みがあるのに加え、収穫してから間もない新鮮な梨が多いことから、みずみずしく優しい甘さのワインになりそうだということです。青梨の割合が多いですので、鮮度のいい状態のものを入荷できているかなというふうに思います。美味しいワインを期待していただいていいかなと思います。時和では今シーズン、スパークリングも含めおよそ1万6300本の梨ワインを製造する予定で、12月中旬に瓶詰めし、年明けに販売が始まるということです。